問が来ています、はい、大富豪が1円玉を大量に集めているのは本当ですかという質問が来ています。はい、これはですね、大富豪の方が全員1円玉を全員集めているわけではないということを前提ちょっとお話しします。私が昔担当したある大富豪のお客様なんですけど、1円玉をものすごく集めてらっしゃって、なんでこんな1円玉ばっかり集めてるんですかって話を聞いたんですね。数億円分ぐらいあるそうなんですよ。で、なんでかっていうと、1円玉というのはアルミニウムでできているわけですよね。今、まあ、アルミニウムの価格ってのは変動はしてますが、仮に日本という国家がなくなって、日本の国あるいは政府が、まあ、発行している日本円が万が一価値がなくなったとしても、アルミニウムの価値は残るってことなんですね。皆さんもちょっと調べてみると分かると思うんですけど、1円玉作るのって1円でできないんですよ。1円以上のコストがかかるんですね。ですので、こんな素晴らしい投資商品はないと。元本保証は、まあ、できるかどうか分からないですけど、まあ、一応日本国がある限りは元本保証もできて、まあ、万が一の時はその1円が1円以上になる可能性が高い。まあ、もちろんね、アルミニウムの価値が下がっちゃえばそれまでなんですけど、まあ、そういうことでですね、1円玉を一生懸命集めている人が、大富豪がいました。で、まあ、笑い話の一つではあるんですけど、大富豪の投資術がここに現れてるんですよね。万が一なことがあっても絶対元本以下にはならないようにすると、その価値だけが残るようになるっていうのが大富豪の投資術のこれ現れなんですよ。で、一般的に言えば、例えばマンション火事になったらどうなりますかっていうと、マンションの場合火事になったら何も残らないんですけど、例えば土地付きの一戸建ての場合は、万が一上が火事になっても、まあ下の土地の代金は残るわけですよね。そういった意味で、万が一何もなくなっても、どこまで自分の投資した元本、まあ、は守れるかっていう観点で、その大富豪は投資している。まあ、これが実はこの1円玉を集めるって話に凝縮されてるのかなと思います。